浦島太郎の物語。子供の頃に誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。知らない方のためにも簡単にご説明しますね。そう、これは浦島太郎が亀を助けたことから始まる物語です。ある日、いじめにあっていた亀を助けた浦島太郎はお礼に竜宮城へと招かれ、そこで乙姫様と出会います。そして竜宮城で3年ほど贅沢に幸せに時を忘れ暮らした浦島太郎ですが、ふと故郷が恋しくなり地上へと帰ることにしました。その時、浦島太郎は乙姫様から開けてはいけない玉手箱というものを渡されます。その玉手箱を抱え地上に戻った浦島太郎、なんと地上ではすでに300年という時が流れていたのです。それだけの年数が経てば、もちろん両親も友人も知り合いもいません。そう、誰一人として浦島太郎のことを知らないのです。絶望した浦島太郎は乙姫様に開けてはいけないと言われていた玉手箱をついに開けてしまうのです。すると中から白い煙が現れ、浦島太郎はなんと老人になってしまいました。さて、この物語、よくよく考えてみると奇妙な点がいくつかありますよね。まず、乙姫様はなぜ開けてはいけない玉手箱を浦島太郎に渡したのでしょう。竜が出てこないのに竜宮城と呼ぶのはなぜなのでしょう。最も不思議なのは、なぜ竜宮城と地上では時間の速さが違ったのでしょう。実は私たちが知っている浦島太郎は明治から昭和にかけて編纂し直されたものだったという説があるのです。浦島太郎が実在の人物だったという話も残されています。となると、浦島太郎が行ったという竜宮城とはどこを指しているのでしょう。そこで今回は浦島太郎と竜宮城の関係について考察していきたいと思います。浦島太郎が行ったという竜宮城は島だった。明治から昭和にかけて編纂された浦島太郎のお話。このお話の原型が完成したのは室町時代に作られたおとぎ草子だと言われています。おとぎ草子に登場する浦島太郎は漁に出て亀を釣り上げたものの、亀がかわいそうになり逃がします。すると数日後に女性がやってきて、竜宮城へと連れて行ってくれと太郎に頼みます。太郎は船を出し、女性と共に竜宮城へとたどり着きました。竜宮城は東西南北に春夏秋冬の庭があり、門を開けると四季それぞれの景色が楽しめました。太郎は竜宮城で3年暮らすうちに故郷が恋しくなり地上へと帰りたいと申し出ます。女性は開けてはいけない形見の箱を渡し、太郎を地上へと返します。地上へ戻ってきた太郎はそこで700年の歳月が過ぎていたことを知り、絶望し形見の箱を開けてしまいます。すると紫の煙がみすじ立ち上り、太郎は鶴になり蓬莱山へと向かいました。そして竜宮城に残された女性も亀に姿を変え、蓬莱山へ向かい太郎と再会したのです。船を出しということは、竜宮城は地上または海上にある島だと考えられます。そしてここで渡されたのは形見の箱。煙が入っているのは同じですが、玉手箱ではありません。しかも太郎は鶴に、女性は亀に変身し、蓬莱山で幸せに暮らしています。さらにおとぎ草子に以前にも浦島太郎のお話はありました。これは浦島湖伝説と呼ばれているものです。代表的なものでは日本書紀、万葉集、丹後の国風土記に書かれています。8世紀に成立したと言われている丹後の国風土記では、浦島太郎は筒の川島湖、水の江の島湖と呼ばれています。西暦456年から479年まで在位していた雄略天皇の時代に、島湖という漁師が五色の亀を釣り上げたところ、絶世の美女に変身し宝山という海上の島に島湖を連れて行きます。島湖と美女は海上を3日かけて宝山へとたどり着けました。ここでも女性は亀姫といい、島湖と夫婦になりますが、3年が経ち島湖が故郷へ戻りたいと望み、戻った時には300年経っていたというものです。ここでは竜宮城ではなく宝山という海上の島とされています。日本書紀、万葉集では常世の国、蓬莱山に行ったとされています。
古代日本ではどこよの国も蓬莱山も海の彼方にあるという島。どこにも海中にあったとは書かれていないのです。では浦島太郎がたどり着いたとされる島はどこだったのでしょう。考えられる竜宮城の正体。万葉集日本書紀丹後の国風土記に書かれた浦島湖の出生地は京都の日本海側だと書かれています。京都の日本海側、若狭湾内で浦島太郎が漁をしている時に沖合に船が流されたと仮定すると、その流れは対馬海流にぶつかります。この流れに乗ると1日で60キロから70キロ進むことができるのです。日本書紀によると浦島湖は10日かけてどこよの国にたどり着いたとあります。とすると60キロから70キロかける10日で、600キロから700キロ移動したことになります。たどり着く先は青森県。ここには浦島太郎がたどり着いていたのかもと思われる名残があるのです。まず青森県の日本海側には亀のつく地名が30数箇所あり、陸奥湾にある入江には浦島、亀島と呼ばれる島があります。さらに青森県の西側、日本海側の沖合に発見されたものがあります。全長8キロにも及ぶ海中遺跡です。この海中遺跡では自然には削られないような四角い石や人の形をした石、亀の形をした石などが見つかっています。もしこの遺跡が海上にあったものだとしたらどうでしょう。古代日本では地震や地殻変動による海面上昇などで島が沈んだり沿岸部が沈んだり地形が変わったりしています。この遺跡があった島、もしくは沿岸部の地形が海上にあり、ここに住んでいた人々がいたとしたら、皆さんはどう思いますか？実はこの地方には、荒葉巻文明という古代文明があったという説があるんです。津軽外山群史という文献に、荒葉巻文明は地震による津波で一夜にして沈んだと書かれています。現在この津軽外山群史は、偽書、作られたものとされていますが、海中遺跡の調査が進めば、その認識も変えることができるかもしれません。しかし、荒葉巻文明の真贋がどうであれ、青森県には三内丸山遺跡、社交器土偶、亀ヶ丘遺跡など、私たちが考えていたよりも、はるかに高度な技術や文化を持った人々が暮らしていたことは事実です。その技術や文化を継承する人々が作り上げた文明を遠く離れた国から流されてきた浦島太郎が見たとしたら、初めて見る文化や風習はこの世のものとは思えない素晴らしい場所として浦島太郎の目に映ったのかもしれません。ここまでの情報を整理して浦島太郎に起きた出来事をまとめてみましょう。ある日、海で漁をしていた浦島太郎は海流に乗り、見たこともない島にたどり着きました。浦島太郎は、ここに住む人々に助けられ、住人の女性と夫婦になりました。しかし数年後、故郷が恋しくなり、戻った時には自分は死んだことになっていたのです。浦島太郎は自分に起きた出来事を話し、たどり着いた場所を、この世のものとは思えない素晴らしい国と表現しました。それが後に、常世の国、蓬莱山。宝山として語り継がれることになったのです。その後、浦島太郎はその地を離れ、女性のもとへと戻り、二度と帰ってくることはありませんでした。浦島太郎の不思議な話を聞いた人々は、浦島太郎がこの世ではない国に行ってしまったのだと噂したのです。この出来事が時代が経つにつれ、浦島湖伝説となり、浦島太郎へつながっていたのではないでしょうか。こう考えると、丹後の国風土記、日本書紀、万葉集、おとぎ草子などに記された内容と一致します。つまり浦島太郎は実在した人物で、たどり着いた場所には素晴らしい文化や風習を持った人々がいたかもしれないと考えることができます。おとぎ話もこうして考察していくと、単なる作り物ではない実話が含まれている可能性が出てきますよね。ただこれはあくまでも一つの解釈。10人いれば10通りの解釈があって当たり前なのです。皆さんのいろいろな解釈をコメントでぜひ教えてくださいね。それじゃあ今日はこれでおしまいです。次の話題はまた今度。今日も一日お疲れ様でした。バイバーイ。